私の名前はパニコ、21歳の大学生です。実家を離れ一人暮らしをしながらキャンパスライフをエンジョイしています。実は私は高校生の時に同じクラスの女子から嫌がらせを受けており、卒業式や成人式にも出席できなかったくらい地獄の日々を過ごしていました。靴を隠されたり、トイレに入っている時に上からバケツの水をかけられたり、だから今の生活はあの頃と比べたら天国みたい。あーでも彼氏いない歴イコール年齢ではありますけどね。そこはまあ無理に作るものでもないですし焦っていません。心を許せる友達と日々大学で興味のあることを学んで過ごすことが今の私の幸せです。そんなある日のことです。実家の母から私宛に結婚式の招待状が届いたと連絡を受けました。送ってきたのは高校時代に私に嫌がらせをしていたグループの主犯格春菜。私は迷いに迷いました。当時のことを思い出すと怖くて行きたくないという気持ちの反面、幸せになる同級生の人生の門出を祝ってあげたいという気持ちもあったからです。人には誰だって若くてやんちゃしてしまう時もあるでしょうし、私たちももう21歳、みんな大人になったんだから、さすがにあの頃みたいな嫌がらせを受けることもないだろうと思い、少し怖かったけれど、せっかく招待されたし、私は意を決して春菜の結婚式に出席することにしたんです。結婚式当日、会場に到着し、指定された場所に座ると、春菜の取り巻きだった由美香と美希がやってきて、私を挟む形で座りました。そしてにこやかな表情で、私に話しかけてきたんです。ところが、久しぶりねパニコ。パニコは彼氏とかできたの？ううん、いないよ。やっぱね、やろうと思ったわ。は？こんな地味な女に近づく男なんて誰もいないよね。ほんとほんと、地味でブスで近くにいるだけで陰気が映るんですけど。やだちょっと離れてよ。私たちまで地味ブスになっちゃうじゃない。パニコに近づいたらメイクが崩れちゃったもん。私たちの綺麗な顔が台無しになっちゃうね。二人はそうやって私をコケにして揃って化粧ポーチを取り出し、ファンデーションを顔に塗りたくっています。私の考えが甘かった。来なきゃよかったな。さらにはユミカがお刺身用の醤油が入ったお皿を私のドレスめがけて投げつけてきました。あ、ごめんなさい、手が滑っちゃって。ちょ、な、何するの今の。わざとでしょ。茶色いシミのついたドレスなんてパニコにお似合いよ。な、着てきたドレスにもシミがついてしまい、私は仕方なくトイレに立つことにしました。そして誰にも言わずにそのままこっそり抜け出して帰ろうと思ったんです。失礼は承知でしたが、ご祝儀もきちんと出しましたし、これ以上この場で過ごすことが耐えられなかったんです。するとそんな私の気持ちを読んでいたのでしょう。テーブルの上に置いておいたスマホをユミカに取られてしまったのです。ちょ、返してよ。あんた抜け出す気でしょ。そうはさせないわよ。春菜に絶対二次会まで付き合わせろって頼まれてんの。そんな。結局私はスマホを返してもらうまで抜け出せなくなってしまいました。それからずっと二人の彼氏についてのマウント話を聞かされていました。パニコみたいな底辺な女には一生彼氏はできないだの、地味なパニコに似合う男なんてこの世に存在しないだの。春菜の結婚式はブーケトスが披露宴の最中にありました。春菜は私を見つけるとにやりとしました。なんだか嫌な予感。その予感は見事に的中してしまったんです。このブーケパニコにあげる。皆さん聞いてくださいよ。私この子が結婚できるかどうか心配でたまらないんです。このブーケを彼女にあげるから、誰か今日お持ち帰りしてあげてください。花嫁の春菜が笑いながら言ったので、会場にいる人もつられてクスクスと笑い出しました。悲しかった。私は涙をなんとかこらえ、唇をかみしめて席に座っていました。二次会の会場へは
ユミカとミキに腕をがっちり組まれた状態で行きました。そこでも彼女たちの嫌がらせは止まりません。春菜は私に近づくなり、耳元でこうささやきました。あんた、卒業式も成人式も来なかったでしょ逃げやがって。せっかくあんたをいびるの楽しみにしてたのに、つまんなかったなでも今日は久しぶりに楽しかったありがとう。その言葉にもう限界。私は会場にいるみんなにどう思われようと、春菜と新郎の関係がどうなろうと、もうどうでもよくなってしまいました。堪忍袋の尾がぷっつりと切れてしまい、爆発してしまったんです。私はユミカに飛びかかりました。返して、私のスマホ返してよ。いや、ちょ、な、何すんだよこのブス。パニコてめえ、やめろ。ユミカ、ミキ、さっさとパニコ押さえつけな。ところが、そんな時、車のクラクションがけたたましく鳴り響きました。そして突然、私たちの前に1台の車が止まったんです。ピカピカの超高級車。な、何よこの高級車、金持ち？間もなく、その高級車から男性が出てきました。春菜やユミカ、ミキを含め、その人を見た女性陣は目をとろーんとさせてうっとり。その男性がアイドル顔負けの美男子だったからです。瞬間、ユミカやミキ、花婿がそばにいるにもかかわらず、春菜までその美男子を取り囲みました。超イケメン、あ、駐車場か何かお探しですか？あ、忘れ物か何かですか？あの、私でよかったら何でもお手伝いしますけど。なんなら私の連絡先も教えちゃいますけど。え、ちょ、春菜は旦那さんいるんでしょ、私が連絡先交換するんだから。ユミカは彼氏いるじゃない、私が交換するんだから。ちょっと、ミキだって彼氏いるんでしょ、どいてよ。彼女たちのその醜い争いに一同絶句。春菜の旦那さんは開いた口が塞がっていません。ドン引きというやつですね。するとその美男子は3人に向かってにっこりと微笑みました。3人とも厚塗りのファンデーションがカッピカピになっていますよ。俺の服についたらどうするんですか？近づかないでください。それにその安物の香水、つけすぎて鼻がもげそうだ。あなたたちはそれでも女性なのかな？人間にはいろいろなジャンルがいるからな。ま、どうでもいいけど、見苦しいし目の毒だし邪魔だからどいて。その言葉を聞いた3人はガーンとショックで咳化。そして男性は私を見たかと思ったら、こちらにスタスタとやってきて私の手を取ったのです。パニコ、お迎えに参りました。え、誰この人、見たことも会ったこともないと思うんだけど。ちょ、パニコとどういう関係？こんな地味女にどうしてこんなイケメン？こんなことありえないわ。すると男性は3人に向かって堂々と言いました。知り合いじゃないですよ、パニコは俺の愛する人です。そんなこと人生で初めて言われた私はもうパニック、どうしていいのか分からずオロオロとしてしまうわ、顔が真っ赤になってしまうわ、イケメン男性に握られた手のひらにだってびっしょり汗をかいていたんです。でもその男性はそんなことお構いなし。さあパニコ、行こう。そう言って私を車へ連れて行こうとしました。ま、待ってよ、そのパニコって女の正体知らないの？高校生の頃に、あ、私その子に靴を隠されたんですよ。そうそう、私はトイレでバケツの水をかけられました。あ、私も教科書とかノートをビリビリに破かれたんです。3人が言ったことは全部私が彼女たちにされたこと。怒りに涙が溢れそうになったその時でした。おや、よく見たら高校1年生の時にこっそり春菜さんの上履きをゴミ箱に捨てていたユミカさんじゃないですか。え、ちょっとユミカ、あんたそんなことしてたわけ？そちらの方は確か、ああそうそう、駅前で毎週日曜日ユミカさんの当時の彼氏とこっそり待ち合わせて手をつないで出かけていたミキさんですね。なんで知ってるの？
なんですって？ミキ、あんたそんなことしてたの？それからミキさんの赤点のテストを黒板に貼ってたのは春菜さんでしたね。え、それはちょ、あれ春菜がやったの？春菜さんはクラスの人の財布の中からお金をちょくちょく。おっと、これ以上は皆さんのご想像にお任せしましょうか。男性は春菜の方へ歩み寄り、彼女の顔を覗き込んで、浪費癖治りました？と無表情で言いました。みるみるうちに青ざめていく春菜。ちょっとミキ、私の彼氏と浮気してたわけ？なんか変だと思っていたらそういうことだったのね。それより私のテスト黒板に貼ったの春菜だったの？あのあと私みんなの笑い者になったんだから。ユミカ、あの時私の靴を捨てたのあんただったの？あんたのせいで一日トイレも行けなかったんだからね。実際はね、春菜が一番立ち悪いことしてるでしょうが。財布から金取るって？あの時みんながお金なくなったって騒いでたのって春菜の仕業だったってわけ？高校生なのにやけに高そうなものばっかり持ってると思ったら。いい加減にしてください。イケメンの男性が怒ると怖い。男性の隣声に3人はひっと短い叫び声を上げました。見苦しい。こんなに見苦しいあなた方がどうしてパニコより魅力的だと自分で思えるのか。さあパニコ、今度こそ行こう。私は固まっている3人の前に立ちました。私のスマホ返して。そう言うとユミカが手をプルプルさせながらカバンから私のスマホを取り出しました。私は自分のスマホをユミカから奪い取り、今まで溜め込んだ彼女たちへの怒りのすべてを込めて怒鳴りつけました。このクズが！わかっていると思いますが、今後パニコに何かしようものなら俺がただじゃおきませんからね。男性はそう言って3人をギロリと睨み、ズンと一歩前に出て威嚇しました。その瞬間、彼女たちが声を揃えてごめんなさいと震えながら言いました。私は男性の車の助手席に座りました。知らない男の人の車に乗るなんてとも思いましたが、一連の行動からこの人が悪い人には思えなかったからです。隣では男性が綺麗な横顔で運転しています。ありがとうございました。どう、見返してやれたでしょ？俺あいつらに仕返ししたくて尾行してた時あったから、いろいろ知ってるんだ。はあ、でもなんで？私たち初対面ですよね。ひどいな、忘れちゃったの？まあ無理もないか。あの頃の俺体重100キロオーバーだったし。ユージだよ、覚えてる？高校の頃同級生だったユージ、忘れちゃった？え、ユージ？でもこんなかっこよくなって。かっこいい？嬉しいな。マニコ、俺があいつらに嫌がらせを受けていた時、いつも助けてくれただろ。辛かった。本当に辛かったけど、パニコがいたから頑張れた。俺その頃からパニコのことが好きで、だからいい男になって再会したいって頑張って痩せたんだ。そうだ、ユージはクラスが一緒で、私の前に彼女たちから嫌がらせされていた男子。高校2年生になったばかりの頃、ユージは両親が離婚することになってイタリアに引っ越したと聞きました。その後帰国していたんだね。当時の同級生と SNS でやり取りしててさ、春菜の結婚式にパニコが招待されてるらしいって聞いたんだ。二次会の場所も聞いた。嫌な予感がして様子を見に来たらやっぱり的中。本当はもっと早く来たかったんだけど、仕事がなかなか終わらなくてごめんね。仕事？ユージは働いてるんだ。うん、今の父親イタリア人なんだ。あ、で会社の社長やってるんだけどさ、そこで働いてる。ついてくのに必死だけどね。その親父の影響ですっかり俺キザって言われるようになっちゃった。さっきもいきなり俺の愛する人なんて言って、気持ち悪くなかった？大丈夫？私はさっきのことを思い出してまた顔が真っ赤になりました。いや大丈夫。
でもまさかまた再会できるなんて嬉しいね。こんな高級車から出てきてお迎えに参りましたって言われてちょっとびっくりしちゃった。だって約束したでしょ。え？パニコが俺を助けてくれた時に、パニコが困った時は今度は俺がパニコを助けるからねって。春菜たちに解放されてほっとして気が緩んだのもあったのでしょうか。ユージの言葉に私の目から涙が溢れてきました。その後の話なんですが、ユージが SNS でつながっている同級生から彼に連絡があったようです。私たちが車で去った後、春菜、ユミカ、ミキは取っ組み合いを始めたそうでもちろん新郎はドン引きで即離婚決定。ユミカとミキも付き合っていた彼氏に別れを告げられたとか。まあもともと卑劣なことをやってきた3人ですから、私や友人以外にも被害者がいたのでしょう。彼女たちがやってきた悪事が周囲に次々と明るみになっていったようで、損害賠償やら慰謝料やらを求められているんだとか。ちなみに春菜は旦那さんに離婚を言い渡されるとき、醜悪な性格の上に金遣いが荒すぎると言われたみたい。浪費癖治ってなかったみたいですね。21歳にしてバツイチになっちゃったそうです。ちなみに私はというと、ユージと恋人同士にラブラブな毎日を過ごしています。大学の友達に紹介するとみんな彼が超イケメンなことにびっくり。みんな私に初めて彼氏ができたことを心からお祝いしてくれました。そんな幸せの日々の中で時々思い起こされるあの3人の絞り出したようなごめんなさいという声本当にスカッとしました。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。